こんにちは、長塚漢方堂です。今回は生理痛と軽視伏量眼というテーマでお話します。痛み止めを飲んでも大して効果がなく、夜は眠れないし吐き気もするし、座っていても横になっていても痛くてクラクラすると悩んでいる方がいらっしゃいます。そこでまずは生理の仕組みから考えてみたいと思います。皇帝大慶祖門と呼ばれる古い東洋医学の本にはこのように書かれています。これは7歳頃新陳代謝が活発になり、14歳になると体の土台となる機能が充実してくるので、子宮に栄養を与える血液の流れが盛んになり、月経が始まって妊娠が可能になるということを言っています。ここで月経についてもう少し詳しく見ていきましょう。生理が始まってからおよそ2週間後になると排卵が起こりますが、その後およそ2週間の間は妊娠の準備をするために子宮に向かって濃厚な気血が降りてきています。この時降りてきている気血は子宮粘膜を増殖するために通常よりも栄養が豊富に含まれているため、サラサラというよりはドロドロとしたイメージです。そのドロドロとした濃厚なものが狭い部位へ集中して集まってきますので、どうしても渋滞しやすく流れが悪くなります。これは連休時の混雑のような感じです。ですがここに警備員がやってきてテキパキと人の流れを誘導できるようになると渋滞は解消されます。しかしあんまり適切に誘導できない警備員が指示を出しても渋滞は解消されません。同じように子宮へと向かっている濃厚な気血を誘導するのは気が行っていますので、普段から気の巡りが悪い方の場合、通常はあまり気の滞りによる影響を感じていないような方でも、気血の濃厚さと混雑によって誘導がうまくいかなくなり、滞って痛みになります。そして排卵後およそ2週間が経過すると、体は子宮で行っていた妊娠への準備を中止し、子宮粘膜を入れ替えるために生理が始まります。この時の出血は閉じていた線が急に開いて落ちていくかのように、大量の気血が短い期間に一気に活発な勢いで出ていきます。そのためドロドロした血液や余分な水分が居座っていて、血液が出ていくのを邪魔されると痛みになります。この時本来であれば活発な血液の流れがせき止められて痛みになっていますので、痛みはかなり激しく、生理の始まる前はなんとか痛み止めでしのげていた程度の痛みだったのが、初日からは痛みが我慢できないほどになることもあります。この場合初めの何日かは出血の量が少なく、後半になってくるとようやく少し量が増えてきて、量が増えてくるに従って痛みが楽になることがあります。これは出口を塞いでいた邪魔者が流れの勢いとともにようやく出ていって、血液の排出がスムーズになったので痛みが軽くなっています。この血液の流れが滞って起こる痛みの場合、中心部が絞られ刃物でえぐられるように感じます。流れを阻害するものが居座って痛みが起きていますので、痛みのある部位へ直接マッサージをすると渋滞部分の圧迫が強くなるので痛みが強まります。また邪魔していた血液が流れとともに出ていくため、月経血には紫色や黒っぽい血の塊が混じりますし、血液の流れが下部で停滞しているために腸管がスムーズに巡らなくなって食欲不振や吐き気になることもあります。ではこのような状況を軽視伏量眼がどのように解決してくれるのかといいますと、軽視伏量眼は5種類の生薬の働きによって滞っている血液や水分を巡らせてくれます。まずは経皮によって体の深部の熱源を温めることで、冷えて塞がっている気血の流れを血管を拡張しながら上向きに回復させます。さらに体の上へと浮き上がっている熱を体の深部へと引き戻してきますので、塞がっていた気血の通り道が回復します。そして芍薬によって潤いが補充されます。これにより筋肉の緊張が緩み、心も体もともに穏やかになり、気血の滞りが解消しやすくなります。
さらに芍薬には体の表層で停滞している余分な水分を体の下の方へと引き下ろしてきて排除する働きもあります。この経皮と芍薬の組み合わせによって気血の上向き下向きの大きな流れが確保され、停滞していた巡りが回復します。伏龍はお腹の中に停滞している水分を上下に巡らせて、余分な水分は下向きに引き下ろし尿として排出し血液の流れを助けます。経皮と伏龍が組み合わさると体の深い部分にとどまることができず、頭に熱が浮き上がって悪さをしている状態を、熱を引き下ろして水分を巡らせることで解消してくれます。これによりめまいやのぼせが解消されます。牡丹皮は熱を冷ましながら停滞している血液を全身に巡らせてくれますので、熱によって煮詰まってドロドロになった血液の巡りが改善し、さらに熱を冷ましながら血液が全身を巡っていきますので、体全体の熱が冷やされます。牡丹皮も経皮も血液の流れを改善してくれますが、経皮は温めながら巡らせますので、冷えによって動きが悪くなった場合に、牡丹皮は熱によって動きが悪くなった場合に適していますので、経皮と牡丹皮を組み合わせるとどちらにも対応できます。当人は滞っている血液を下向きに動かしていくとともに腸を潤します。下向きに血液が動くことに加えて腸を潤しますので、便秘の解消に効果があります。もう一度繰り返しますと、経皮で体を温めて血液を巡らせ、芍薬で筋肉の緊張を緩ませ、水を下向きに引き下ろし、伏龍でお腹の中の水分を上下に巡らせ、牡丹皮で熱を冷ましながら全身に血液を巡らせ、当人で血液を下向きに引き下ろしてきます。これらの働きによって体に余分な熱が生じて、局所的に血液や水分が滞っている状態を、熱を冷まし水分や血液を巡らせて改善してくれます。それにより血液の巡りが悪くなったことで生じたお腹の痛み、頭痛、肩こり、打撲の痛みなどが解消されます。ではまとめです。今回は生理痛と経皮伏龍丸というテーマでお話ししました。月経血の排出が始まると痛みが強くなる方は、血液の排出を邪魔するものがあるため血液が阻害されていることがあります。そのため経皮伏龍丸で血液の滞りが解消されると痛みが改善します。ただ経皮伏龍丸には注意が必要なことがあります。それは経皮伏龍丸には体を冷やし血液を下向きに引き下ろす性質がありますので、体全体が冷えているような方や血液を上向きに引き上げられない体の弱さがあるような方の場合、かえって症状が悪化することがあります。そのような場合にはその他の漢方薬と合わせて使い、弱さを補うことが必要です。また普段から体調に合わせて適度な運動や自然療法などを取り入れて血液の巡りの良い状態を維持すると良いかと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。